hope so. Are you just gonna talk to the other that confirms you? Gordy. Anyways, this is what confirms you. It has been. About 13 days since Nintendo E3 Direct, which in general has saved E3. I know there's I also heard of Microsoft, so that was an excellent performance as well. But hey, let's not pull strings here. And what they did. Sorry if I'm constantly shifting. Is start off with the penultimate DLC fighter for Super Smash Bros. Ultimate, Kazuya Mishima from the Tekken series. Who is also the second Namco Bandai rep. So that Pac-Man isn't going to be the one who's left out. I had a couple of suggestions. I mean, there's Agumon from the Digimon franchise, though that's a gray area. There's Kite from DotHack games, well, the original four-disc series, and friggin' GU. And there's Nightmare from Soul Calibur, but since they've released Kazuya, that ship sailed, and we're already on board. Anyways, what's happening in mere seconds is the presentation video. So there's only one thing to do now is see how they worked him into Smash Bros. I mean, I did not expect Steve to be friggin' programmed with Sakurai's arcane black magic. I don't know what's going off. 大乱闘スマッシュブラザーズディレクター、ソニーさんからのお知らせです。スタジオに戻ってきました。いつものスタジオとさらに広いスタジオを借りていまして、もうスタッフが非常に遠い距離で見ています。で、格闘ゲームシリーズ決戦から西村和也の参戦です。すでに一回発表しましたが、カズヤの通常技を改めて出すんですね。Just give us a freaking repeat to show us how to help. Alright, here's this like menu from freaking Tekken 3. We've heard that before the Nintendo Direct. That's the first revealed song before he blows the freaking song list at us. My Jesus, there is so much. So freaking thinking, it makes me wonder how he's able to freaking do any of this stuff. Man. Especially the freaking 10-hit combo. How? これは鉄拳ですね。最初にその鉄拳を紹介しなければなりませんね。Introduce the unwashed masses to Tekken. 鉄拳とは、1994年12月にリリースされたアーケードゲームが第一作目。ポリゴンを使った 3D 格闘ゲームで、両手両足を表す4つのボタンにより多彩な攻撃を繰り出します。最新作は鉄拳7、ナンバリングは7ですが、タッグトーナメントなどの種類もあり、実際のタイトルはもっと多いです。My first Tekken game is... I heard voice on the heavens. 天の字が入っている会社からかもしれません。これ海外にどう訳すんだって思いますけど、その声によると、正弘、鉄拳をスマブラに参戦させなさいと。いやー、そう簡単に言いますけど、ね、鉄拳やバーチャファイターなどの 3D 格闘とスマブラでは全く異なると認識しています。
パンチやキックで相手を倒すということは共通していますが、ゲーム全体的にはジャンルごと別物です。単にスマブラを格闘ゲームなのかといったよくあるゲームが不動の問題ではない。ゲームの本質的にゲームデザイン論のようになりますが、鉄拳は間合いと技のヒット位置、上中下段の属性などで構成する間合いのゲーム。一方スマブラは高度や距離で差し合い、安全と危険が一度りで変化する座標のゲームです。求められる身体能力もだいぶ違います。また例えばスタンダードのファイターにおける最も速い技の出だしを競うと、なんと5倍ものスピード差があります。鉄拳の技を当てはめたファイターをスマブラのフォーマットに入れていくことはできます。だけどそれでは形だけ、真に作品を体現することにはならないです。普通に作っては残念なものになることでしょう。And you wonder why you wouldn't be able to get Heihachi and the fourth Smash game. この例をした結果、And then we get into a Mii fighter costume. Alright. Educator asses. という設定があります。デビルニッシュは、悪魔の力を引き出せるもので、カズヤもデビルインシュを引き継いでいます。デビルインシュはカズミ、カズヤ、息子の風間陣にあり、平八にはない。I think I've seen it.スマッシュ攻撃、必殺技などデビルに対してはスマブラでもうまくまとめるのではないかと考えていました。では早速デビルを使った必殺技の説明から参りましょう。The double form specific specials. The B button at the B attack. 必殺技はデビルによって通常横、上、下の4通り方向を入れて B ボタンを押すだけです。例によってカメラは開発用の特別なものでバランスなどには製品版との違いが生じる可能性があることをお伝えしておきます。通常技はビビルブラスター。ビビルカズヤを代表する等速で飛ぶビーム。原作ではいくつかの名前に分別されていましたが、本作では通常必殺技をデビルブラスターという呼び名で統一しています。射程が長く飛び出したら一瞬で飛び複数人を貫くことができます。貫通するとその分威力が下がります。3人を貫くとこの通り。それと打点が高いです。背の低い相手や姿勢には当たらないこともしばしば。そこで下入力で打ってみましょう。下方に打つことで低い相手にも当たります。空中で打つと少し斜め下、位置の制御として割と使えます。空中でも少し下と打ち上げられます。水平に打ちたければ上に出たら強い技なので、相手の反撃が通らないとみなしたらどんどん打って良いです。特に相手に接近したいカズヤとしては相手から近づかざるを得ない状況を作るのは大事。ただ打っていいタイミングの見極めが特徴的だと言えるんですけどね。自分で使うにも相手にするにもよく考えましょう。もちろん反射できます。吸収もできます。しまうことだってできます。横必殺技はデビルフィスト、高速で殴り抜けるパンチです。遠くで当てても相手を弱く弾くだけですが、近くで当てると相手を殴り抜けるとともにダウンさせます。そこからの反撃をどうするのかがポイント。相手の大きさや突き抜けた距離、操作などにもよりますが、いろんなことができます。移動距離は短めですが、復帰に役立てることも可能です。上必殺技はデビルウィング。比較的シンプルな上昇技ですが、上昇高度が高いです。通常ジャンプは低い数やだけど、
同じくデビル化する空中ジャンプの高さ、さらにデビルウィングの高さによって到達できる高度、上方向への復帰力はかなり高めです。上昇前後は全身交代できます。使った直後は少しふわっとしてますね。 well, and, そして割と激痛にも使います。出だし際強し。Kind of like Luigi's area of 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 area。クッパの横必殺技と同じく相手を引きずりにできますが、相手より先に足上げられることになっています。そして気力が高い回転の場合、風が上がったと言ってくれます。 that attempt to do so. また投げられるの操作によって押し戻すこともできます。 it's not a suicide bomb attack. I wouldn't bother freaking. これリドリーが押し返した。Dropping into the into the freaking air. どれだけ押すかは互いの蓄積ダメージ次第。ちゃんと押し戻していれば蓄積ダメージが増える。 Not like competitive scene is gonna do that anyway. I mean, I've seen. No. 空中で相手を掴むこともできるし、空中で相手を掴むこともできます。 I've seen.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  Montage footage. Footage. コンボというのはコンビネーション。Suicide grabs being used. So.他人数戦では巻き込みによる撃墜を狙いやすいことも覚えておきましょう。そしてヘブンズドアは次に紹介するゲージシステムとも関係があります。蓄積ダメージが 100% を超えると、あるいは体力性の体力が4分の1を切ると、1回だけゲージという状態になります。文字通り起こった状態。ゲージの名前表示も変わります。 okay, so the freaking okay, so この状態では攻撃力が 1.1 倍になります。それだけでも単純に有利。 that is, そしてこの際、特定の条件でゲージドライブという強力な投げを1回だけ繰り出します。okay, so we are freaking rage drive ていますが、威力が段違い。方法は3つあります。方法1、掴む。比較的簡単ですね。Okay, so I guess I guess A button freaking combo that you reprogram from Tekken. It's a contact, and it's a contact file smash, which means you cannot miss it at all. Just like every other file smash that were transformed from former file smashes or from all the newcomers since launch.反面、最初のビームが当たらないと発動しません。いや。高度差があると最初の一発は低くいので頑張ってください。相手を比較的遠くに攻撃するので、崖が低いとすると効果大です。条件が揃えば、蓄積ダメージ 0% からでもいけるかも。I mean, there's no real point, 次に通常技を紹介しますが、その前に。ファイターカズヤの全体的な特徴について解説しておきます。総合的には逆転性が高いファイターです。攻撃力は全体的にだいぶ高いです。手数で負けている場合もいきなり逆転したり最終的に勝ったりする場合があります。ただリーチや攻撃範囲などでは劣勢です。攻撃が出る速さも原作ほどではないけれどだいぶ遅い方です。総合的には
手数の多さやリーチの長さ、空中戦で攻めてくれる人が強力だ。I'm just not looking at the freaking characteristics. これは吹っ飛ばされにくくて有利です。And he is a level as a heavy fighter. His jump is like as well as the original series. And Ryu and Terry 同様 And of course, and we notice that that he faces the opponent one-on-one, except for moments where they end up attacking the other direction. さほどの効果はありませんが、ダメージが少ない頃なら百裂攻撃などを食い止めることはできるかも。それより攻撃の一部に強いスーパーアーマーが発動する方が大きいです。ダメージは受けますが相手の攻撃に割り込めることがあります。なお原作になかったのでヒットストップがほとんどありません。ヒットストップとは途中に少し止まる演出のこと。一通り説明したところで通常技の説明に入ります。 Yes, please Freaking educate the world with the freaking Tekken combos. You've reprogrammed this match with your arcane, holy arcane magic. やはり攻撃の間合いや速度が異なりすぎてボコボコにされてしまいました。最終的には速さも強さもいろいろ加工していますが、意図して原作風味を保つことがあります。この倒れ方とか良いですよね。操作系統を他のファイターと変えています。まず L スティックの入力方向は8方向で考えてください。一部のコマンド入力のようなものもあります。ただ最初に言っておきます。原作もそうですが全部の技を使いこなす必要はありません。得意の技をつけそこから広げていけば良いと思います。なお攻撃ボタンはいつも通り1つだけです。指示に対応した6つのボタンを押し分ける必要はありません。まずはタッチでボタンを連続で押すか長押ししていると技がどんどん変わります。これが今に入力方法、相手の操作などによる全てが当たるとは限りませんが、連続攻撃のボタンを押すことで手軽に繰り出せます。Freaking Kazuya! なお、フィールド無効です。ジャックコンボ2発目から少し間を置いて攻撃することで先行劣勢。これにはちょっとした特徴がありまして、アイテム飛び道具を跳ね返すことができます。ここから相手前に8方向です。スマッシュ攻撃に化けないよう優しめに倒すと良いと思います。上に入れながら2回攻撃でダブルアッパータックや接近した相手への攻撃に使えますが、一発で止めてコンボパーセントするのも有効です。斜め上を入れて攻撃ボタンを連打すると螺旋幻魔脚、最初の1回が当たればほぼ確実に全て当たります。出だしが遅いので浮かせてコンボの締めにすると良いです。なお連打をやめれば途中で止めることができます。横に入れながら攻撃で鬼蹴り、相手を低く吹き飛ばす喧嘩キックです。ベクトルが低いので気力が低い相手に最適。斜め前下を入れて攻撃ボタンを2回押すことでかかと切り、2発当てれば相手を吹き飛ばします。一発で止めれば相手を浮かせるため他のコンボを狙うことができます。二発目はシールド削りが大きい特徴があります。シールドが割れなくても小さくなれば攻撃しにくくなるので、シールドされたら二発目まで出すのが大事です。下入れ攻撃はレジリーガ系、
前進しながら攻撃するので、相手とした距離に行かないです。姿勢を低くしつつ、攻撃寸前にわずかな無敵も発生します。浮かせた相手には追撃を。斜め後ろ下と攻撃で体下り。相手に尻餅をさせることができます。単体で使うのは難しいですが、横必殺技と組み合わせるのがおすすめです。後ろと攻撃で陣旋風。この技は出が早く、迎撃としても比較的強く、コンボにも使いやすいので、出せればおすすめです。ただ間違えて、背中方向への横スマッシュ攻撃になってしまうことも多いです。自動フレンチがない他人数戦でも出しにくいです。あと、隅まで倒していなければ、幾分出しやすくなります。後ろ斜め上と攻撃でジャンプサイドキック、逃げり。後ろに下がりながらのキック、正確に狙いをつけてくる小ジャンプ攻撃の迎撃などに使われることもあるかも。足が無敵になるものの、それ以上に移動が激しいスマブラでは、なかなか使いにくいでしょうね。下方向系は全部コンボ指導技になることを覚えておくと良い。これと真上初段ダブルアッパーの一発目は他の技につなげることが前提。こんな感じ。次、しゃがみを絡めた技です。下方向ではなくて、ちゃんとしゃがみになってから入力すべきものですね。しゃがみ中に斜め前で攻撃すると螺旋丸採取。姿勢が低く長めの無敵時間があるのでカウンターに使うと良いでしょう。しゃがみ中真下に入れながら攻撃をするとシットジャブ。スマブラの攻撃系としては強い方ですが連打が効きます。相手の行動阻止の転生やコンボの指導など。しゃがみ中斜め後方で攻撃するとシットスピンキック。判定の持続が長い技です。牽制としてシットジャップどちらが有効なのかは相手のファイターと先方次第でしょうか。だけどここはスマブラなので原作ほどの有効度はないかも。そして特殊な入力ですが、しゃがみから立ち上がる最中に攻撃をすることで魔人剣が出せます。ガロンドルフの技の名前と被りましたが、これは魔人剣。相手を強くひるませる技です。いろんなコンボができますが、一番狙いたいのは横スマッシュ攻撃。相手や状況によって別の技にする必要がありますが、撃墜できそうなのが大チャンスです。次にスマッシュ攻撃です。これらはデビル化を行って力を増しています。横スマッシュ攻撃は魔人戦召喚。とにかく、これを当てられることは大事です。ファイターの中でも有数の吹っ飛ばし力を持っています。少し溜めてクリーンヒットすれば、ファルコンパンチをも忍ぶぐらい。ただし、隙は相当に大きいです。また、接近しているとクリーンヒットになりません。遠目ギリギリ、拳でしっかり当てるのがベストです。なお、クリーンヒット時は今のように演出が入ります。スーパーアーマーが相手の攻撃に割り込むこともできます。これは全てのスマッシュ攻撃はそうですが、スーパーアーマーの強さには最後に横スマッシュ攻撃は一番強い。上スマッシュ攻撃はデビルツイスター。文字通り相手を巻き上げるシンプルなアッパーで比較的発生が早く、攻撃力も吹っ飛ばしも十分です。攻撃範囲は狭めですが、発生の速さを生かしてコンボに織り込むこともできるでしょう。ダッシュで前を詰めると良いです。また床の上をかろうじて攻撃できる貴重な技、選択肢が少ないんですよね。下スマッシュ攻撃はしっきり包丁。吹っ飛ばしを見ての通りコンボに使うものが相手の操作や状況によりますが、いろんな技がつながるのではないかな。相手がぼんやりしていた場合、そのスマッシュ攻撃が通ることもあるかもしれません。実はメテオ効果があります。またこのぐらいの位置から崖つかまりしている相手を狙います。崖つかまりするために時間が短くなるので、後方が続いた時に使うと良いです。なお、シールドを削りやすいという特徴もあります。次に空中攻撃。これは普通のファイターと同じく上下左右とニュートラルで5方向分です。少し巻いていきます。
通常空中攻撃はジャンプなんだ。ジャンプの低さを利用し、主に地上戦で使います。リーチに優れ、地上攻撃をかわせて使いやすい。後ろ空中攻撃はジャンピングスマッチ。相手を吹っ飛ばしやすいですが、ワンオンワン時には自動で吹くので少し使いにくいところもあります。Started airing.次に、つかみや投げについて、投げはオンワンならカメラが寄る演出が入ります。つかみ攻撃は結構くらい throws, does, 時給は高めだけど、ヒットするまでが長く、相手の蓄積のレンジが効くにちは、結構に行くのが加減するんです。前投げはつむじ蹴り、吹っ飛ばし力が高め、後ろ投げは小籠落とし、威力が高め、上投げがエアインフェルノという名前になりました。ブラスターで打ち上げるのですが、吹っ飛ばし力が高いとか、ブラスターで他者を巻き込めることもあります。下投げは超パチ。So I guess the upper is the only one that, that doesn't have a camera, effect. そして特別な投げがあります。地獄門。勝利権コマンドというのは前、下、斜め前とスライディングします。こうからこういくような感じ。普通に勝利権コマンドを入れると封じるステップが出ます。上半身を動かしながら相手に詰めるのです。連続に抜くと可能です。あまり選手に抜けられるものでもないかもしれませんけどね。封じるステップ時にボタンを短く押すと封じる権、ダブラッパーのように相手を上に弾く技。単純に威力も高めですが、コンボに効きます。入力によるダッシュと合わせて前進するので、見た目よりも範囲は広いです。なお、最後の斜め下入力と完全同時に攻撃ボタンを押すと最速封じ剣となります。出すのが難しいですが、相手を一瞬しびれさせるので普通の封じ剣とはまた異なるコンボを行います。なお、原作では入力受付時間が1フレームだったのですが、それよりは甘めにしています。封じステップ時にボタンを長く押すと雷神拳、強く吹っ飛ばす撃墜技の一つです。コンボに組み込むのが有効、無敵が発生するので見た目よりも打ち勝ちやすいです。なお、プレイ時中にこれを出すと攻撃力が高いワンドラフォーレージドライブになります。封じステップ時に必殺技ボタンを押すと奈落旋風。動きは斜め前方入れの螺旋幻魔脚に似ていますが、螺旋幻魔脚は上から始まるので浮かせてからのコンボに。奈落旋風は下から始まるので浮かせてコンボには効かないか。しかし全身無敵で一方的に打ち勝てることもあります。最後に特殊な見せ技を1つ。なんと横アピールが魔人列召喚という4連コンボになります。原作と異なり複雑なボタン入力は必要ありません。実用性はほぼ皆無だし、誰かと対戦では使えませんが、ヒットしたら驚く。ちょっと面白い動きなので入れてみました。全ファイターのアピールの中では一番強いです。当たり前です。
Looks like Luigi's the only one, the only character who has a side taught that damages. はい、以上です。これが格闘ゲームの個性だと思い、コンボ重視の側面を持つように作っています。つなげる技と吹っ飛ばす技がはっきりとしている。実際には相手の操作で避けられるし、蓄積ダメージや重さで異なる結果が出るので、いつも確実に当てられるコンボなどはほぼありません。だけど、通りやすいコンボはある程度開拓した方が良いですね。なんて格闘ゲームらしいんだろう。確実性がなくても当たるときには当たる。ただ、多人数の乱闘になると話が全然違ってきます。長いコンボをしていると第三者にやられるので、単発の破壊力にかけた方が勝ちやすいです。Yeah, Kaji is probably only going to be suited for one-on-ones. And here is the one we already know what his name is. 多すぎなので長くなりましたが、ステージのご紹介です。すでに壁などをバリバリ壊されていましたけれど、専用ステージは三島道場。どちらかというと、カズヤの道場ではなく、ペハチの道場ですね。いろんなことが発生しました。見ての通り、四隅が壁や天井で塞がっています。このままだともちろん撃墜できませんが、強い吹っ飛ばしや直接攻撃で壁や天井が壊れます。壊れるまでは比較的安全だけど、壊れてからは危険地帯です。なお、壁や天井へのダメージは相手の速度や重さに比例します。ついでに言うと、それらが壊れる時には受け身を取ることができません。全部壊れるとこんな感じになります。場外になってからは画面外が近く、スクロールも追従しない。そうか、ハザードは off、 it's going to be entire, the entire, all the walls and ceilings are not going to be here. なぜか自然に治っていきます。Apparently, Ocarina time, times itself to repair. 説明では表情を省いていましたが、中央には兵八がいますね。立ち上がったり、撃墜に反応します。Okay, so there's a spectator. No, 3D 経過などはありません。ケオイクスタジアムとはまた異なる新たな駆け引きをお楽しみください。Yeah, I'm probably sure there's a, I'm probably going to guess, guess by the metagamers or the, or probably a counterpick, I don't know. Probably just, it'll probably be illegal entirely. They're probably doing a freaking squash, right? Of course. Can you just play a freaking, you know, just play as freaking, cut the video to just you playing as Kazuya, or maybe, I don't know, introduce a freaking, no, multi-character world doesn't, you know, outside of Squad Strike. here's a really, freaking Kazuya's theme. Piss thrown off the cliff. 斜め上から狙われる嫌いだよね、あなたは。アプローチか。でもそういうのよくない。もう60、67。おっといけない。Maybe he pro-Dude, maybe you should probably do. Maybe you probably should have cut that tank. That's actually the first time we actually end up seeing it. Okay, there we go. I guess Sakura's like, probably off camera is like, cut! Oh man. Well, probably, I don't know.
Oh, spirit set up. I'm probably gonna buy or but I don't think spirits are probably used for squad strike, so yeah, that suggestion is pretty much entirely boot. Okay, so I guess coming back from being launched left or right, does it get blocked from coming through the other side of the wall? Oh, if I go losing any front, I'm probably gonna yell cut! And there we go. まあ、他にもいろいろな技を使いたいなとは思ったんですけれども、なかなかお伝えできないところもありました。楽しんでもらえれば幸いです。以上です。Alright, Fonless, how big is it? 音楽の話題です。10 plus, 20 plus, 30 plus. シリーズも多いので、何百という曲がありますが、このように絞りました。39曲。今回の音楽は極めて多いです。That is big as motherfucking SNK list, but yeah, pretty nice, still big, still huge. Towering that, towering that of motherfucking. Ah, so he doesn't have one, one point, so he doesn't have 1.8 point. では、敗戦の時に勝った時にどうしたのか。ズバリ、このようになります。原作再現、ナレーターの声で名前が読み上げられます。ちなみにこの勝利ポーズは鉄拳セブン章。And of course they have これが鉄拳5。 Okay, so I guess it's taken, I guess it's actually taken, taken from multiple 初代鉄拳長のポーズ、ちょっと懐かしい感じですね。遅れながらカラーバリエーションもお見せしたいと思います。Yeah. I mean, what, I mean, there's no, I mean, why, what, okay, so I guess the odd number ones are Shizuki, and the even numbers are Shizuki. Okay. Kirby, Tetrachromacy. And of course, whatever DLC, Smash Bros. DLC isn't complete without the Spirit Battle. And here we come with the effing. So who got axed? Who got deconfirmed? Let's pay respects for those who've been pretty much slain and used. And here's the last DLC costume from Smash 4 returning, Lloyd Irving. Not a loss, more like a returning fighter. Okay, here we. The fuck. Oh, the Skyrim.
course, of course, you redacted the actual name. It's just, well, so much for. What the hell is this? Oh no! Oh no! Oh! Oh! Fuck! Fuck me! No! Dante's dead, guys! He got hacked! Oh, and oh no, and Sean is also acting, and Birdie Town's going to be added with her, but still! Dante got axed! Shante got axed! Oh, God! Oh, no! Oh, my God! Oh, fuck! Well, Dante is dead, Shante is dead, the Dova King's dead, and Lloyd... return. But still... Oh my god, Sakurai just flipped the Dante fans off. Who's next get axed? Sora? Because main character of Skyrim is also called the Dragonborn. Oh man. Also, we're begging for Shantae and Dante are going to be screaming in utter pain. Alright, when is that going to be released? Tomorrow. Okay. Oh man, I can't wait to see the reaction to Shantae and Dante getting backstabbed and... and an Evo Nessus. And here's the Amiibo being shot. Plus, I can probably tell you. Nintendo2022. Oh no. I wish I could pull the scene from Star Wars A New Hope, but oh man, Sakurai just death starred Devil May Cry and Shantae all together. Oh no. Well, the DLC fans are screaming in agony. So are the Shantae fans. Holy shit. Well, can't wait for tomorrow. Can't wait for the Kazuya DLC to come. That's it for the penultimate fighter. Oh man. My thoughts and prayers go to all the Dante and Shantae supporters.
who just got axed and died inside. Holy shit. Holy fucking shit. Oh man. This is Blaze Compones you. We will await the final DLC fighter who will shut the pearly gates of Smash completely and permanently tight. Crushing the rest of all the other supporters' hopes and dreams. Until then, I am so sorry, Dante. Same to you, Shantae, and... This is the second time we got a Bethesda DLC Mii Fighter costume. First one, the Vault Boy from Fallout. Yeah. Thoughts and prayers go to you, supporters of Dante and Shantae. I am so sorry. I am so sorry. Okay, a bit of context. Before this tragedy struck, I actually did a series of analysis entries on DeviantArt called Super Smash Bros. Ultimate DLC Contests, which are contests for the characters' specials, final smashes, applicable unique mechanics, stages, song lists, classic mode routes, and spirit boards. These are not my predictions on who's going to be in Ultimate, but just concepts for characters if they were any of the chosen characters. One of them was Dante, and to be honest, while it would be cool to see him, I, alongside the DLC contest I've made, have a slim chance of him being chosen as confirmed. Why I was shocked that he's been deconfirmed, however, is that I know that he's one of the highly requested characters, and seeing this, I just felt it in my heart that all of the Dante supporters audibly had their dreams and hearts shattered right in front of their eyes. It's like the Geno tragedy all over again. Even though I wasn't aware when Geno got deconfirmed, I mean, let's just say that I already know that we have got an oversaturation of Mario characters. I mean, we already have enough of them, just like we have a high percentage of Pokemon and Fire Emblem characters, though I don't think any of the FE characters are a waste of a slot. That's why I didn't feel the need to have another Mario character, especially Geno. And no, I'm not shitting on the fans that are still mourning over the death of Geno. I'm just stating an opinion, something that is apparently evil on the internet. And that's it. My thoughts and prayers go to all of the heartbroken Dante supporters, as well as the Shantae ones. I hope to see you all in another video. I mean, I already have one in the works prior to this reaction video, and I'll work on that after uploading this. So, take care. And again, my sincere condolences.